日は立食懇談形式させていただいておりますので、すみません、ささやかではありますが、カウンターにご用意させていただきました、食事とドリンクを楽しみながら懇親の輪を深めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。どうぞカジュアルな会ですので、皆様ご自由にお食事をお楽しみいただきながら、私どものご報告に耳を傾けていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではまずはじめに、弊社常務執行役阿部正明より皆様にご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。パルコの阿部でございます。本日はお暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。日本ファファファ、ファイトファッションバイパルコ、このファンドについてはですね、この皆様とともにですね、このファンドを盛り立てていきたいという形でございまして、そのご協力をさせていただく立場として、先日ではございますけれども、私の方からご挨拶をさせていただきたいと思います。本日は先ほど司会の方からもありましたけれども、キックオフパーティーということでございます。このファンドの主役である出資者の皆様、それから出資先としてのデザイナーの皆様、この方々が初めて一堂に会する場面ということでございます。弊社パルコはですね、常々、若い人が元気な国は未来も明るいとそう思っております。今まさにロンドンオリンピックが行われておりまして、若い才能がですね、チームとなって連帯し、またサポートのスタッフの皆さんと協業しながらですね、日本の国民の応援を受けて活躍をしております。まさにこの日本の未来は明るいなと感じさせる部分がありますけれども、このファンドの中でもですね、まさにファッションを切り口としながら若い才能を育てていくということを考えております。そういう趣旨の中でこのファンドが立ち上がっております。今の時代は、送り手側がですね、一方的にこのものづくりを提案をしてですね、トレンドを作ったりとか、商品の売れ行き時代ではございません。クリエイターの皆さん、商品作りをする皆さんですね、消費者の皆さん、生活者の皆さんと共に、賛同しな、輪を常に作りながら、ムーブメントを作っていく、そういう中で新しいマーケットができてくる時代というふうに認識をしております。そのために場面作りということでは、弊社パルコはですね、微力ながらも協力をさせていただきたいと、そういう思いの中でこのプロジェクトを立ち上げて、それから今日のこの場面を設定させていただいております。このファイトファッションファンドバイパルコにつきましては、去年の10月にプロジェクトを立ち上げて、12月に出資先を設定させていただきました。この出資先については2社、マイパンダの中村さんと、それからジョン岡本の岡本さんを選定させていただいております。この公募の中ではですね、中村さんが幼い頃からの夢であるこのものづくり、ファッションを作るデザイナーになりたいという思いをですね、このファンドを通して実現をさせていただきたい、強いメッセージがありました。目を輝かせていただいて、目が輝いていました。岡本さんは一見すると非常にシャイな方なんですけれども、非常に実力があってですね、熱いものづくりに対する思いがございます。この方々、この2社はですね、お二方はこの 50社ほどですね、 50くらいの候補があったんですけれども、その中でも卓越した輝きを持ったプレゼンテーションがあった、その中で公募に中から選定されたお二方でございます。この公募で選定された中で、その後、このお二方と